マーチングバンドのアレンジャーとして活動しています熊谷純です。この音が第一番よ、気音ですね。メロディーの次にベースが大事ですので、逆に平行というのはどっちも上がるとかどっちも下がるとか、パラドの和音だったらこの音がナイスです。例えばこんな音型はとてもいいと思います。見てる人の視線もこう映っていきます。